はい、今週から始まりました大人気バトルニュースのヨシコラムから生まれたヨシコの仁義は果たすもの。はい、今日は前回このコラムで、同期のことについて書いたら、大反響を呼びまして、今回同期へのインタビューということでこのコーナーを設立しまして、はい、今日第1回目のコーナー、記念すべき第1人目はこの人です。はい、はい、スターダム1期生のスサエリです。クソエリです。スサエリです。お願いします。はい、はい、じゃあまず記念すべき1回目ということで軽く自己紹介してください。はい、スターダム1期生のスサエリです。はい、以上、以上、終わり、はい、じゃあ、あんまり時間もないので唐突に来ますが、はい、プロレスを始めて良かったことは。良かったことは、私その結構友達が少なかったのね、うん、正直。でもプロレスを始めてからこう結構プロレス好きな友達が増えた。お、それはいいことじゃないの。いいことでしょう。意外とね、うん、そう、友達ってさ、うん、男子女子両方。そう、女子も好きな子意外にいるんだ。いるんだ。プロレス誘えばいいのに。そうだから、なんかやるのは嫌なんだけど、うん、見るのは好きだって言って結構後楽園とか来てくれてんだよ。本当に、うん、いいじゃん。いいっしょ。よかったね、友達増えて。増えてよかった。本当に。はい、じゃあそうですね、自分もこの間コラムに書いたの。コラム読んだ？読んだ。コラムで、はい、初めて同期のことについて書いたんだけど、うん、なんかさ、自分たちからスターダムって始まったじゃん、うん、それで最初1期生は6人いたんだけど、うん、今現在3人、ね、自分とスサエリと岩谷真由が3人になっちゃって、うん、その6人の時と3人の時と変わったことってある？なんかね、明るさが減ったよね、1期生。なんかさ、6人の時はさ、とにかくワンチャカ言ってたじゃん。超うるさかったもんね。今はさ、そうさ、3人でワンチャカってなくない？別々じゃん、みんな。多少はなんか大人になったって感じなのかな。ねえ、20歳だよ。なるほどね。でも、じゃあさ、なんだろう、3人になってさ、なんか結構今もう後輩もさ、できて、後輩が結構上に行ってたりするわけじゃん。そういう位置にいてあなたはどうなのよ。悔しいよね、正直さ。私ベルトも挑戦したことないしさ、締めもやったことないわけよ。これやったことないの、なんでさ、嘘、これやったことないの。やったことないの。後ろいつもうちもこれをやんない、こっちだけど。前でやったことない。マジで？そう、4期生とか。それはまずいんじゃないの。みんなにやられ続けて、私ないんだよね、まだ位置にいないの。へえー、そう。いや、それは知らなかったわ。本当に、うん、やりたいことなかったんだ。そう、やりたいんだ。やりたいよね。ちょっと1期生でそれやったことないのはどうかと思うよ。3年目だし。そうだから、やりたいの、ね、本当に勝ちたいの、メインもやりたいの、もっと。そうだよね、うん、いやもうそれはね、うん、自分次第だよ、はっきり言って。そうだね、まあ、もう絶対ね、後輩には負けてほしくないわけ、うん、1期生のよしことして、うん、もう本当もっと頑張ってほしい。頑張る、うん、頑張る。でさ、ベルト、うん、一回も巻いたこともなくて、挑戦したこともない、うん、らしいけどさ、なんか風の噂によればチャンスが来たらしいじゃん。聞いちゃった。聞いちゃったよ。私 JWP のジュニアと POP の挑戦者決定リーグ戦に出場決まったんだよ。おめでとうございます。いやー、もうこれは超大チャンスだよ。そう、しかもスターなのか、代表として一人だけだよ。そうだよ、お前分かってんのか。代表だからね、頑張んなきゃ。スターダム背負ってんだよ、うん、もっと言えば1期生背負ってんだからね。そうだね。いやー、もうさ、このなんだっけ、 POP のベルトってあれでしょ、そう、夏希さんとか風花さんがね巻いてた、あのベルト、あれでしょ。いやもうそれはもう絶対スターダムに持ってきて帰ってきてほしいんだけどね。私が巻くよ、ちゃんと。もう絶対巻けよ、お前、うん。で、なんかそのリーグ戦に出場する中で、まあ、唯一同期の JWP のラビットがいるんだけど、同期としてやっぱ向こうもすごい対抗意識を持ってると思うんだけど、うん、自分はどうなの？同期って言っても、まあ、私たちの方がさ、1月じゃん。で、向こうは8月なんですよ、デビューが。こっちの方がそこはいろいろ調べたんだ。調べたの、すごい調べたの。私よりも身長ちっちゃいし、年下だし、負けたくないわけよ、同期って言っても。だから絶対に勝つ、
絶対に勝つ、うん、でもラビットを倒してもその上にやっぱりあの今現王者の勝間奈美がいるみたいだから、ね、あの人もね一応同期なんだよね。そうなんだ、同期なんだ。だからあの人には負けたくない。いやもうね、スターダムとして負けられないよ、あんた分かってる、うん、持って帰ってくる、スターダムにベルトを。絶対だよ、うん、本当に持って帰ってこいよ、うん、いやさ、この、うん、あのベルトをかけるこの試合のテーマって、うん、私がね、そうだね、優勝して巻いてスターダムにね、持って帰ってきて、うん、世に広めること、私が巻いてね。そうだね、2つとも、まあ、確かに今現在のそのベルトの価値よりも、まあこんなクソでもおかえりが巻いた方がもうベルトの価値も上がるよ。そうだよね、上がるよね、ベルト。だってスターダムの方がさ、スターダムに持って帰ってきた方がもっとそのベルトを見てくれるお客さんが増えるんだからさ、うん、でやっぱ一番あれだね、夏希さんも巻いて、風花さんも巻いて、うん、してスサエリが巻いて、もうそれはね絶対負けなきゃいけないと思うよ、うん、巻くために呼ばれてるようなもんだよ。そうだよね。じゃあもうそのベルトを取ったらどうする？ベルトを取ったら、うん、そうだね、私が持って帰ってくるじゃん、巻いて、そしたらよしこに挑戦させる。はぁ、一番最初に挑戦させる。何名前だこと言ってんだよ。挑戦させる、うん、してください。なんで、逆になんでこいつのベルトに挑戦しなきゃいけないの。先に逆指名、逆指名ってやってた、やりたかったの。一回逆指名巻いたらいいよ。じゃあやってやるよ、うん、その代わりお前絶対丁寧に POP のベルト持って帰ってこい。うん、それが仁義っつうもんだから。はい、仁義っていうのは果たすものなんだから、うん、分かってるわ、うん、仁義は果たすもの。じゃあ最後に一言。はい、JWP でジュニアと POP のベルトを持って帰ってくるぞ、パッション。はい、じゃあ以上でこのよしこの仁義を果たすもののコーナー終わりたいと思います。